ですね、道の駅富士吉田からお送りしております。もう昨日に行く時ね、遊園地が楽しくて楽しくて見て見て見て、トランポリン、トランポリン、うわーい、うわーい、すごくない？うわこんなに堪能できる道の駅ってある？あー、いい運動になる。今ので5キロ痩せたかな。まだ続くってか、本当にうまいな。もうかやちゃんにこの後ご飯食べちゃうの。もうちょっと遊んでからお腹空かしてこ。それではお腹空いてきたので、富士吉田の道の駅でですね、お昼ご飯食べたいと思います。じゃん、吉田うどん、これが名物らしいんですけど、いただきます。美味しそう。あ、あるじゃない、プチプチ切れるやつ、おいしい。しかも見て、うどんなのにキャベツ、キャベツ、キャベツもいい感じにしなっとなって、身にしみるわ。動いてご飯食べて眠くなった。やだ、本当にさ、わかりやすいから本当にやだ。さあ、美味しかったよ吉田うどん。吉田うどん最高って言いたかったんだけどさ、お店にはお客さんがいっぱいいるから今日はここで叫ばせてもらいます。吉田うどん最高。さあ、それでは次の道の駅に向かいます。あ、というその前にここで行く。吉田うどん、麺の太さは今一です。ありがとうございます。今一の今は今日の今って書いて今ね。今日一の麺の太さを感じましたね。さすが、やっぱり麺の太さは自分の腰、腰ということは自分の筋、筋が太いとしっかりしてるわ。それでは次に向かいましょう。